新型コロナウイルス感染拡大が続き、医療従事者に対する差別的なこともありました。医療従事者の多くは自分が感染する不安と戦いながら日々の業務に当たっています。応援や元気づけられる言葉をいただけると大変ありがたく力になります。また新型コロナウイルスに感染してしまった人たちも病気と必死に戦っています。個人を攻撃するのではなく、今こそ県民一丸となって新型コロナ感染症に立ち向かっていきましょう。共に前へ。大学では前期はオンライン授業になりました。日々新型コロナウイルスに関するたくさんの情報を耳にします。 SNS などでは感染された方やお店に対しての心ない言葉を見かけることがあります。誰かを傷つけてしまう情報を書き込んだり拡散したりしないよう、思いやりの気持ちを忘れずに SNS と付き合っていきたいです。正しい情報をもとに皆さんで助け合って乗り越えていきましょう。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、職場などで外国人に対する差別や不礼儀な扱いが伝えられています。私は静岡県に住んでいますが、静岡県の人たちは温かく接してくれるおかげで助かっています。ありがとうございます。ゴールが見えず辛い状況ではありますが、同じ静岡県民として一緒に頑張りましょう。